こんばんは、園口明久です。さあ、今夜のアフライブトークは夏休みスペシャルということで、30分のいつものライブトークを1時間に拡大、さらにベリーズ工房の皆さんとモーニング娘。の皆さんがいっぺんに登場ということで、もうスタジオの中がすでに大変なことになってますが、まずはこの方々から登場です。ベリーズ工房の皆さんです。まずはちょっと自己紹介していただきたいんですけども、はい、順番って決まってない？キャプテンから。はい、はい、キャプテン、はい、しっかり、はい、順番で決まってないですか？なんかライブとかでいつも自己紹介の順番でその時々で変わったりするんですか？はい、バラバラです。そうか、じゃあどうしようかな、はい、じゃあいつも自分の自己紹介してるので、今日は隣の人を紹介してみよう。もうそんなもう打ち合わせと全部違うことばっかりってくるから打ち合わせ通りに絶対やらないからもう、隣の人はどんな人かを僕に教えてください。パソコンの向こう側の人に。いや、いない、そこいないよ、その隣いないからね。こう、じゃあキャプテンからまず隣の人を紹介してください。はい、中学1年生菅谷梨紗子ちゃんです。どんな人ですか？一番メンバーの中で年下だけど、うん、一番大人でセクシーです。ああ、そうなの？はい。そうなの？いやって言ってますけど、まあまあね、じゃあ分かりました。じゃあ次、はい、お隣の方を紹介してください。梨紗子ちゃん、はい、高校1年生の嗣永桃子ちゃん、桃子ちゃんです。桃子ちゃんどんな人なんですか？桃子ちゃんは、とても可愛いキャラをしていますね。そけないの？なんか何なの？可愛いキャラで、ね、わかりました、はい、じゃ桃子ちゃん後ろの方を紹介してください。はい、中学3年生なんで笑いながら紹介してるの？中学3年生の須藤マーサちゃんです。マーサちゃんはどんな人ですか？はい、なんかお母さんみたいで頼れる存在です。はい、はい、でもマーサちゃんさ、頼れるキャラって言われる側は大変なんじゃない？みんなから頼られて。いや、あまり頼られないんですけど。どっちなんですか？何なの？嘘なの？一緒にいると安心する感じなの。なるほどね。でも、菅谷梨紗子ちゃんにはママって呼ばれてます。なんで？やっぱ頼れるから。はい。じゃあみんなちょっと悩んだりしたら相談されるタイプ？たまにです。はい。じゃあやっぱり一応お母さんキャラで。じゃあマーサちゃんお隣の方を紹介してください。はい、中学3年生の徳永ちなみちゃんです。ちなみちゃんはどんな人ですか？はい、毎日すごい元気で笑顔が素敵な方です。はい。だってすでにもう常に笑顔が基本のベースの顔が、はい、そうです、元気キャラなのでねえ。はい。じゃあ逆にあの元気じゃなくなるっていうか、ほらなんか大変とか辛いとかいう時はないんですか？ありますよ、たくさんありますけど、例えばどんな時ありました？辛かった、最近これは大変だったとか。あのダンスレッスンで、うん、なかなかみんなにダンスが追いついていけない時とかは、うん、もうマサちゃんにどうしたらいいと思うってすぐ相談します。頼っちゃうんだ。はい、すぐマサちゃんに相談しに行きます。そしたらなんて言われました？マサちゃんに先生のところ行きなって。それお母さんキャラなのかな、それ。だってあのマーサより多分ほら先生の方がやっぱり細かく教えてくれるから。まあまあ、そりゃそうですよね。結局マーサちゃんに相談するよりも先生のところに最初から行った方が良かったってことで。、じゃあちなみちゃんからお隣の方を紹介してください。はい、お隣の方は中学3年生の夏焼きみやびちゃんです。みやびちゃんはどんな人なんですか？みやびちゃんはすごく、うん、もうちょっとキラキラな、キラキラものが好きで、すごい派手派手なキャラです。派手派手なものを身につけたりとかするのが好きってこと？結構、うん、あのストラップとかもキラキラのものだったりとか。女の子っぽいものが好き。はい。って言われてますけど、やっぱそうなんですか？はい、あのキラキラしたものは好きです。ラメ入りのものとか。ってことは今回の衣装とかって、はい、すごいですね。嬉しいんじゃないですか？はい、はい。ではそのみやびちゃんご隣の方紹介してください。はい、中学2年生の熊ゆりなちゃんです。はい、どんな人ですか？私より一つ年下なんですけど、こう私のお姉ちゃんみたいな感じで結構しっかりしています。そうですかね。はい、そうなの？いや、キャプテンから見てどうなんですか？しっかりしてる、うん、はい、でも天然なところがあります。いや、なんかあったばっかりだけどキャプテンの方が天然な気がする。これ僕のあくまでも勘なんですけども。なんかすごい続くと。でも天然な時あります。あ、そうなんですか。はい、あ、やっぱちょっと大人っぽい感じもする年下だけど、はい、ではそのお姉ちゃんキャラの方からこのキャプテンを紹介します。はい、高校1年生のキャプテンの清水咲ちゃんです。うん、どんな人ですか？すごいしっかりしてて、さすがキャプテンだなって思える存在です。例えばそれどういう時に？すごいみんなをちゃんとまとめてくれるし、すごい、そうか、キャプテン、さすがっていう感じです。あ
この7人のメンバーっていうのはなかなかまとまらない時も多いんですか、キャプテン。多いですね。そうなの。やっぱり個人個人個性っていうものがあるじゃないですか。個性は強いでしょうね、みんなね。それね、すごいです。大型が5人もいるんですけど。うわ、それ大変だ。誰が大型。はい、自分もじゃん。大型5人は大変でしょうね。はい、結構、まあ、まとめるの大変ですね。どうやってまとめるんですか、最終的に。って掛け声があるんですけど。あ、教えてください。それ何ですか。みんなで円陣を組んで、うん、こう手を順番にこう重ねて、はい、そして私がベリーズ工房って言ったらみんなで行くべって言うんです。それ例えばライブの埼玉スーパーアリーナとかあんなでかいところでやった時とかも、はい、なんかステージに出る前とかにもやってるんです。はい、ちょっとやってもらっていい。はい、 どうやってやるの。はい、手を、はい、あ、ごめん、ちょっと画面上すごく分かりづらくなったけど、ごめんなさい。そしていきますよ、うん、ベリーズ工房行くべー。これは気持ちが一つになるね。はい、でそしてわーってこうステージ上がったりとか、はいはいはい、じゃあ何かあったらそれをやって一つするようにしている。はい、分かりました。今日はファンの方もたくさん見てらっしゃると思うんですけど、もしかしたらベリーズ工房についてあんまりまだよく知らない方も見てるかもしれない。はい、皆さんのキャラがちょっと分かるようになればいいと思うんですが、例えばもうこんな質問が来ております。吉富さん、この中で一番運がいい、強運だ、この人運がいいなとか、なんかやると例えば当たりが出るとかじゃないですけど、なんかちょっとしたところで運がいいとか、誰ですか。はい、じゃあ思う人指さしてみてください。ちょっと待って、なんかみんな意外よくないよね。そう、ごめん、一言いい、そういうグループ嫌じゃないですか。みんな運が良くない人たちが集まってるグループって。でもいいですよ、うん、いいでしょ、はい、いいでしょ、じゃあその中でも誰がいいんですか。運がいい、分かんない、じゃあさ指さしてみよう、せーの、はい、バラバラだね。一番多いのはでもあれじゃない、微妙にちなみちゃんじゃないの。みやこれどっちの、なんで後ろの列は全部隣に刺すの。あんまりそういうのははっきりとしてないですか、この中では。なるほどね、ネギレーション、さっきベリーズ工房行くべってありましたけど、はい、これ誰考えたんですかって。でもこれで声が揃うよね、すごいね。グループ発表の日に、うん、じゃあ演じをやろうってことになって、はい、で最初にまだ決まってない時で、うん、もう急がないといけない感じで、じゃあもうベリーズ工房行くべでいいよみたいな話になってそういうことなの。でやって、うん、それが今ずっと、はい、それがなんか良かったっていう。はい、なるほど。さっきなかなかみんながまとまらないって話ありましたけども、キャプテンから見て一番まとめづらいというか、さっき個性が強い、みんな強いって言ってましたけども、この人は特に個性が強い、誰でしょう。これみやびちゃんですかね。あ、なんかなんでですか、みやびちゃん。結構個性強いですよ。具体的にこんなことがあったとかなんかありましたか。なんだろう、他の方からもなんかあれば、みやびちゃんこんなところが個性が強いかもと、変わってるかもと。とにかくいつも明るくて、うん、笑いが絶えない感じですね。あ、なるほどね。はい、だからもう例えばレッスンとか始まるよとか言ってるのにいつまでも笑ったりとかして、あ、そういう感じですよ、本当そういう感じです。話して盛り上がってるからもう早くとかっていう、キャプテンとしてはちょっと焦ったりとかする。じゃあステージ上でよくドジをしたりとか失敗しちゃったりとかするのはこれは誰ですか。みやびちゃん。みやだね、みやびちゃんです。みやハプニング多いですね。みやびちゃんも多い、あとももこちゃんも多い。そうなんですか、ももこちゃん。ステージでこけちゃうんですよ。それ困りますね。困るんですけど。困るね。びっくりするんです。いや、周りがびっくりするよ。周りがびっくりする場合じゃないよ。周りがびっくりするよ、そんな。すいません。いや、すいません。どれぐらいこけちゃうの？こけるって言ったって、怪我するようなこけ方とかあるでしょ。いや、私もよくわかんないんですけど。なんで怪我するようなじゃない、なんかビターンとかこうか、ね、顔とか打っちゃったりとかする。いや、階段につまずいたりとか。あ、そうか、ステージ上に階段がセットでよくありますよね。はい、うん、階段つまずいたりとか、うん、踊ってる間に知らない間に、おーみたいな、おー、はい、周りのメンバーは、あ、またこけてるな、ももこちゃんがとか思うけども、もう助けられないもんね、それはね、はい、うん、そういう時はどうするの、自分の、あーってなって、一回で面白いになって、あ、立たなきゃみたいな、歌わなきゃみたいな。何事もなかったかのように復帰していくの、そこ。もうそれを、転んだことを、なんていうんですか、引きずらないで頑張ろうと思ってます。あ、そう、引きずると次の曲とかでまた間違っちゃったりとかするのね、はい、いっちゃん、メンバーの中で一番不思議な人は誰ですか。不思議、
なんか言ってることがなんか変とか、それおかしいよとか、ほら変わってる、変わってるっていうのが不思議ちゃんっていうんですか、ボケてる、ボケてる、天然ボケとも近いかもしれないですね。なんか何だろうね、誰だろう、ない、そういうの不思議な人、ももは不思議ちゃんっていうか、うん、そういうオーラが放っているのは熊井町かなって。なんで？いや、特に理由はないんですけど、理由がないの？理由ないけど、なんでオーラで不思議ちゃんオーラが出てんの？はい、なんかももには見えます、なんかそんな感じに。いや、そう言ってる人が不思議ちゃんなんじゃない？そう、オーラ見えない、そういうオーラって。わかるよ、なんか分かんない、分かんない、ほら明らかになんかももちゃんの方が不思議ちゃんじゃないか。分かんないよ、そんなの。でもももはよく楽屋とかにすごい忘れ物をします。何忘れるんですか？傘とか、傘忘れた、帽子忘れたとか、すいません。いやいや、いいんですけども。でも傘を忘れちゃうから、もう傘を持っていかないようにしてました。大きい折りたたみにしました、うん、最近。あ、そうか、もうカバンの中入れとけばいいからと、はい、そしたら今度は帽子忘れたりとか。そうなんですよ。あ、なんかちょっとなんかね、ももこちゃんの方がちょっと形勢が悪いですけどね、不思議ちゃんみたいなイメージになってますけどね。形勢ってなんですか？あ、まあ、それを説明する時間長くなるので失礼いたしました、ごめんなさい、はい、最近のイチオシギャグを発表してください、ちなちなさん。はい。え？今誰がいました？今発言手を挙げてからしてくださいって言って。誰がいました？ちなちなさんから来たんですか？あ、ちなちなさんから来ました。ということはちなみちゃんに言ってほしいってことですか？あ、ごめん、僕ね、分かってなくて。毎回一押しギャグがあるんですか、ちなみさんは？え、前はありましたよ。うん。それは。うん、でも今は、言ってみて。あ、じゃあスタッフさんから聞いた。うん。一押し。感動するんですか？じゃあ、じゃあ、あのカメラの方で。テストの点、一点差だったね。何言ってんのさ。すいません。違う、ちなみが考えたんじゃないの。チーの考えたで、なんか一番いいやつ。追い込んでいくな、みんな。なになに、こういう場合って、ごめん、こういう場合ってどういうふうに反応すればいいの。無理にでもらった方がいい。面白かったら笑ってあげる。面白かったらそのまま。やだやだやだ。いやいや、それでいいの。本当。じゃあ、自分で考えたの教えて。ちなちなさんからほら、ね、一押しギャグ。いきますよ。いいよ、あるんだやっぱり。内容ないよ。どうしたらいいね、これ。割らなくて、割らなくて、じゃあ、この次の質問。KY!KY! 空気読んでください。ちょっともう、なんかスタジオ中がシーンってしてるんですけど。ちょっとスタジオ暑いからちょうどいいよね。暑い。ちょっと涼しくなってよかった。よかったね。よかったね。ヨネちゃんから。暑い日が続いてますが、はい、ベリーズ工房の皆さんは、どんな暑さ対策してますか？暑いの弱いの誰ですか？暑いの弱い。はい、暑い。ステージ上とか、あっつい！って言いましたけど、ちょっと、ちなちな。なんで、あの、汗だらだらかくでしょ、ステージ上とか。はい。そういう場合って、暑さ対策とかどうして、まあ、水を飲む？とか、あとは氷を食べるとか。うんうん、あ、氷を食べる、はい。ステージ上では皆さん飲み物とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、なんか決まってるんですか？こう、タオルがあって、なんかお水があって。はい、はい。間違いないようにしないと、そういうのね。間違える人もいるんですか？人のやつとか、こう飲む。いや、名前書いてあるんです。名前書いてあるんだ。あ、そうなんですか。はい。で、それ以外になんか例えばこんなことやってるとかなんかありますか？暑いのが苦手な方、倒れたりしないように、こんななんか。道とか、うん、道、まあ、歩くじゃないですか。歩くね、道は。まあできるだけ日陰を歩くようにしてます。あの、焼けちゃうのもあるんですけど。あ、そうか、日焼けしちゃいけないもんね、皆さんね。うん、個人的にしたくないだけです。あ、そうなの。個人的にしたら怒られちゃうとかじゃないの。いや、それは決まってない。あ、それ決まってないの。はい、例えばでも今学校は夏休み、はい、はい、で、プールとか行ったりとかするんですか？行きません。行かないのか。はい。やっぱ忙しいから。いや、泳げないんで。溺れちゃいます。溺れるんで。溺れるの。溺れちゃいます。プールで溺れてる人あんまり見たことがないけど。溺れないよ、プールでは。そんなに。沈まないですか。沈まないよ、そんなには。あんまり見たことない沈んでる人って、まあ、泳ぎが苦手な人っているけど。はい、沈むの。一回浮かんだと思ったらブクブクブクって。危ない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 。このまま上がってこないのな。そんな小鼻膨らましてる場合じゃないですか。鼻膨らんでましたけど今。それは危険だから泳がない方がいいです。それは危ないですよ。あ、ミミちゃんから、あの、ちなみちゃんはネタ帳を捨てちゃったということ。はい。あ、そうなんですか。もう
ネタを書く気持ちはないんですかってもう責められてるもん。なんかさっきみたいに、うん、さっきみたいな雰囲気は嫌なんですよ。あ、やっぱそうなんですか。だから、うん、もうネタ帳がなければ、うん、もうネタも思いつかまないから、うん、いいやと思って、うん、あの去年の大掃除の日に捨てました、うんうん、あ、じゃあ去年年末からもうネタ帳はない。ないです、だいぶ。ね、あと最近はダジャレも言ってなかったんですよ、うんうん、だからちょっとダジャレキャラがなくなったのかなと自分は思ってたんですけど、やっぱりファンの皆さんからどうしてもそういうのを求められるとね、皆さんから、うん、来たね、さっきで復活しちゃったのかなと、うん、じゃ あの今度のハロプロのコンサートでそれ復活させるか。いや、大丈夫です、大丈夫です。会場中がシーンってなるの。それも面白いな、あんなたくさんの人がいるのにシーンって。逆にシーンってなりづらいもんね、なんかみんな盛り上がってる。やめる、ちょっとやめとく、ちょっとやめとく、やめとくね、やめとくね、わ、はい、かりました。あの今回、ビリーズ工房の皆さんをお迎えするにあたりまして、ファンの皆さんからこういうテーマでいただいておりました、夏のツアーも決定してこの夏を突っ走るビリーズ工房の皆さんで、ファンの皆さんが、そのビリーズ工房に負けないくらい頑張るためにこの夏やること、これを頑張るぞということを教えてくださいということで、ちょっとここでいくつかたくさん来た中から紹介していきましょう。はい、はい、あ、やっぱね、栃木のベリーズ工房イクベイさんは男性。ベリーズ工房の皆さん、こんばんは。こんばんは。私の今年の夏はベリーズのコンサートに一日でも多く足を運ぶこと。ありがとうございます。愛知県のヨネさんは、やっぱりベリーズ工房のコンサート今のところ18公演行く予定です。18公演はすごくないですか、これ。みんなと楽しい夏を過ごしたいと思います。はい、北海道のあさこちゃん13歳の女の子、はい、私はりさこちゃんと同じ中1です。はい、この夏は札幌で行われるあよさこいソーラン祭りっていうのが札幌であるんですよね、大きなお祭りが、に出演しますっていう。1日20回近く踊って大変ですけども、私は歌ったり踊ったりが大好きです。いつか私もベリーズ工房に入りたいです。どうぞどうぞ、ね、どうぞどうぞって、お店じゃないんですから、そんなどうぞどうぞどうぞって言われてもあれですけど、まあ、この方はあの祭りで踊るっていう、でこれどうかな。神奈川のアクセス君18歳、僕は今年の春高校を卒業して高校時代の友達とは、全国バラバラになってしまいました。大学とかね、バラバラになるじゃないですか。そこで大学の4年間で全国の友達に夏休みとかね、こう今を使っこういう機会を使って会いに行こうと思ってますと。まず今年の夏は北海道、もちろんベリーズ工房の札幌ライブ行きます。ありがとうございます。あとシリウス君14歳は電車で日本一周。すごいですね。あと新潟の京一君はバイトでお金を貯めて友達と一緒に夜行列車で東京に遊びに行きたいと思ってます。楽しそう、ね、高校1年生なので初めての旅楽しみです。あと三重県のピクタクさんは、僕は遊園地で働いてます。いいよね。だけど働いてる方は大変だと思いますよ。夏は一番忙しくて仕事がすごい大変ですって。なので今年も通勤するときにはベリーズ工房のアルバムを聴きながら、9月1日の名古屋でのコンサートまでにアルバムの全曲の歌詞を覚えて一緒に歌えるように頑張ります。はい、あとドリームくん16歳長野県、いっぱい遊んで部活で汗を流して勉強して青春する夏、思い出になる夏、後悔しない夏、暑い夏を楽しみますみたいな。まあ、本当にたくさん他にもいただいたんですけども、今そのね、三重県のピクタクさんとかアルバムの全曲の歌詞をというふうな話もありましたが、8月1日にフォース愛のなんちゃら指数がリリースになります。ありがとうございます。キャプテン、はい、今回のアルバムはどんなアルバムですか。今回はですね、うん、何人かずつで歌ったりしてるんですが、うん、それぞれ可愛い曲だったりしっとりした曲だったり、はい、ちょっとおふざけ系な面白い感じの曲だったりを、うん、それぞれ歌ってるんですけど、うん、あとその中にですね、4月1日に埼玉スーパーアリーナで、うん、未発表曲として歌った曲が2曲あるんですが、うん、その曲も今回入っているので。それは何て曲だったんですか、この中で。桜は落差と桜入学式です。あ、はい、でもあの時のことって未だによく覚えてるでしょう。最年少であんなとこでやったっていう、はい、ね、でその時じゃあそのファンの皆さんは、あ、このこんな曲があるんだっていう風に聞いてたやつが今回入ってて、はい、実際に歌詞とか見ながら聞くことができる。レコーディングはどんなことがありました、はい、こんなことがあったと覚えてることあります。レコーディングの時になんか何人かに別れたりしたって話ありましたけど、はい、なんかこんありました、エピソードとかレコーディング中に。エピソード、なんかこれ大変だったなとか、こ
ここが難しかったな。あのみやびちゃんと2人で、うん、あのスプリンターという歌を歌ってるんですけど、いつも私たちって結構クール系な、うん、かっこいい感じだと思うんですけど、うん、このアルバムの中で多分一番可愛いんじゃないっていうぐらいの可愛らしい曲を、はい、ちょっと今までとイメージがかなり違うね。これかなり違いますね。みやびちゃんどうでした？本当に可愛い感じだったなんかみんな好きって言ってくれて、うんはい、じゃあ歌う前はちょっと今までと違ってどうなのかなっていうふうなのありました？じゃあ歌う時はやっぱちょっとあの 歌う時に、うん、あのちょっとぶりっこした感じで歌ってと言われて、うんうん、それそう言われてやるの難しいっちゃ難しいよねそうなんですけど、うん、そんなぶりっこっていう感じじゃないので、うん、なのでちょっとももを想像しながらそうなの、どういう風にやったらいいのかなとか考えながらやりましたそしたらできたはい、まあ、多分こう聞いてて、うん、これ自分なのかなって思うような感じです次はももちゃんちょっと思い浮かべながら歌っていた、はい、他の曲とかじゃあ何かありました？レコーディングの時にエピソードとか例えば何かありませんでした？なんかりさこちゃんとか何かありました？私はももこちゃんと歌ってる曲で、うん、私が、うん、私がすることないほど全部してくれる彼、うんはい、でなったんですけど、はい、あの感情込めて歌うのがすごい大変でした、うん、そういう時に二人でなんかこういう風にやろうとかってなんかありました？二人で撮ったんじゃなくて、あ、そうかそうか、一人で撮ったんですけど、うん、はい、それ後で聞いてみてどうでした？もちゃんはあの、うん、リサ子すっごい感情、うん、ゴーって言ってゴーって言ってたのいっぱいいるしかなあ、そういうことなのね怖いよね、ゴーっていっぱい入ってた、はい、うんうん、だから、うん、こう2人で歌って、うん、こう共感してもらえればなって思います、うん、なるほど、はい、なんかありました今日、はい、レコーディングの時は私とちなみちゃんとまーさちゃんで歌っている、うん、と思い立ったら騎士ですっていう歌があるんですけど、うん、それであのサビに入る前とか声を面白おかしくちょっと変えてみてって言われて、うんうんうん、それで難しいよね、それね、はい、ちょっと面白くアニメ声っていうか、どんな感じの声ですかそれは？どんな感じだろう、なんかバカっぽくとかちょっとアホっぽくとか言われて、アホっぽい声って どんな声？ちょっとやってマーソンって、どんなっていうか、うん、なんて言えばいいんですかね、うん、なんかその曲調が何回もアホっぽく歌ってみてとか言われて結構難しいんですよ、うん、自分ではあまりアホではないと思っているまあそうだよ、そりゃそうだよね、アホじゃない、私はアホですって言う人あんまりないもんねもっとアホっぽくって言われると困るよね、なんかどうなってればいいんだろうと思うよ、はい、うんうん、だから、うん、結構難しかったです、はい、はい、それじゃあお互いに歌ってみてどうでした？ね、他の2人とかの歌も聞いて、なんかみんな、うんうん、すごい、うん、2人とも面白おかしくやってたりとか、すごくアホっぽかった、すごい結構聞いてて面白かったです、うん、あの可愛いところもあるんですけど、はい、ありますけど、うん、まあバカっぽいところもあるみたいな歌以外にも、うん、パフーみたいな効果音がたくさん入ってて、うん、ちょっと面白い音が入ってるね、はい、うん、その辺も面白いです、はい、じゃあこれもぜひちょっと CG で聞いていただきたいと思います、はい、でもうちょっとじゃ あの質問も来てるんでいきましょうか、はい、ね、夏休み皆さんないと思います、やっぱね、いろいろコンサートツアーがあったりとかね、ラメさんから夏休みもらえたらどっかに行きたいですかっていう、行きたい、どこに行きたい、海外です、海外はどこですか、例えば、ね、どこ例えば、ロンドン行きたいです、ロンドン行ってみたい、ニューヨーク行きたいです、ニューヨーク行ってみたい、行きたいよね、ニューヨーク行きたいです、はい、エベレスト山見たいです、エベレスト山見たい俺実は行って見たことあるんですけども、高山病で頭痛くなるよ本当に、なんか意外に大変ですよ、どこですかキャプテンは、夏ならハワイに行きたい、ハワイに行きたい、はい、私パリ行きたいです、パリに行きたい、はい、みんな外国、私英語できないんで、いいよ日本でいいよ日本で、お祭り行きたいです、お祭りなんかぼんやりしてる、なんかそれなんかもうちょっと絞った方がいいんじゃないの、なんかあの浴衣を着て友達とお祭り行きたいなって、なるほどね、花火大会とかね、はい、行きたいんですけど、ね、うん、まあ、英語できるようになったら私も海外行きたいなみたいな、じゃあ海外のどこに行こう、どこに行く、ええー。ももちゃん
海外の、じゃあ、ちょっと英語っぽいの、じゃあ、すでに英語っぽいの、じゃあ、グアームで、グアームで、なんか変なアクセントでしたね、今、グアームで、さあ、この後、モーニング娘。皆さんが出るんですけども、まだ皆さん、楽屋に行って、これ見てません、ね、モーニング娘。の先輩の中で一番怖い人とか誰ですか？みんな優しいです。見てないから誰も。本当に厳しい人とかいないの？いないです。ですみんな優しいの？はい。なんでこれだけぴったり合うの？でも最初会う時とか緊張しなかったな。最初は緊張しました。誰が一番緊張しました？誰が優しい？みんな緊張しました。やっぱり憧れの人だったので。そうだよね。テレビの向こう側の人だもんね。はい、初めて。はぁって感じました。すごい本当にいるとかって、はい、実際に会ってボケボケだった人とか誰ですか？ボケボケ意外にボケてる、かわいいかわいい、なんかちょっと天然ボケってね、さっきありましたけどね、ももちゃんとそういう感じのほらかわいいなとか、ちょっとイメージが変わったなとか、最初はね、あの怖いかなとか、大丈夫かなって思ってました。誰ですか？見てないから。私的に亀井さんだなって思うんですそうですか、もうちょっと絵が上手いイメージだったマーサちゃんとちなみと亀井さんで追いかけごっこやってたら、あまりにもひどいからちょっとそれはひどいよと、はい、絵が上手くないよと。他なんか誰かいました？この人はモーニング娘。この人はちょっとイメージと違って面白かったとか、なんか、はい、道重さゆみさんが、はい、結構こう、乙女な感じで、静かな感じなのかなって思ったんですけど、こう、意外とこう、元気で、はっちゃけている感じで、面白い、部分が多いなって思いました。なるほど。はい。まあ、ちなみにね、今のこの模様は皆さん、モーニング娘。の皆さんは、控室でパソコンで見てらっしゃるわけですけどね。ということで一旦、あ、ていうかまあごめんなさい、ガラスの向こうにもう来てそれが見えたんですよ。思いきや指さされてますよね。ということでとりあえず一旦ここで皆さんはお別れになります。ベリーズ高校の皆さんでした。ありがとうございました。モーニング娘。の皆さんの登場です。ベリーズ高校の続いてはモーニング娘。の皆さんです。よろしくお願いします。緊張しないでしょ。だって緊張しますよ。だってもう数限りなくテレビとかも出てるでしょ。だっていや緊張しますよ。そうですか、はい、とりあえず今日ですね、はい、さっきベリーズ工房の皆さんが出てる時に最後、はい、ちょっと面白いと思う先輩教えてくださいって言ったらいろんなこと言ってましたけども、あら、なんて言ってましたか。いやそれ多分ここで言うと怒られちゃうと思うんですけども、あら、ちょっとガラスの向こうで見てましたよね、なんかね。はい、はい、ちょっと見てました。でもちょうどそこの時に聞けてなくて。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。終わった後に。ああ、誰かはすごい絵が下手って言われてましたけどね。あら、あら、あら、赤ちゃんもした。あら、赤ちゃんもした。もうこの5人だったら1人しかいない。そうですね、あまりにも下手でびっくりしたって。そう、やだ。最近うまくなってきた。とりあえずこのスタジオに来てくれたメンバー、まずちょっと自己紹介していただきたいんですが、順番はどうします？これじゃあ、はい、リーダーから、はい、新リーダーになりました高橋愛です。よろしくお願いします。はい、はい、そして、はい、第6期メンバーの亀井由里です。よろしくお願いします。はい、同じく6期メンバーの道重さゆみです。よろしくお願いします。そして、ね、後ろ、はい、はい、新メンバーが加入しました、はい、じゃあ順々から、はい、中国湖南省出身、辛いものが大好きなジュンジュンです。どうぞよろしくお願いします。順々よろしくお願いします、はい、そして、はい、皆さんこんばんは、中国鉄工所出身、16歳、クレープが大好きなリリです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ね、後ろのお二人は、まあ、今回新メンバーということで、はい、まだどういうキャラの人かって分かってない方もいるかもしれないんで、そうですね。例えばじゃあ、ジュンジュンはリーダーから見てどんな人なんですか？そうですね、中国から その留学生なんですけども、うん、本当に日本語が二人とも上手で。いや、もうすでにすごいもんね、今。すごい上手なんですよ。だから本当に、最初の頃は、やっぱり発表された時は、やっぱ言葉の壁があるのかなとか、ちょっと不安なところもあったでしょ、なんかね、コミュニケーションをどうやって取ったらいいんだとかね、もう2人ともすごい勉強していて、もうそんな不安はもう吹っ飛びましたね。例えばどんな話とかしてるんですか、ジュンジュンと。あ、ジュンジュンとは食べ物の話が多いねと思いますけど、辛いものが大好き。はい、和食も大丈夫なんですか？うん、大丈夫です。なんか大福とか大福
すごい甘いものも大好きみたいで、辛いものから甘いものから幅広いです。ジュンジュン、何でもいける、はい、モーニング娘って感じです。あれ、あのジュンジュンとリリー以外のモーニング娘メンバーで行くと一番たくさん食べるの誰なんですか？だろう。でもこの2人はすごい食べます。そうなの。そうなんです。ジュンジュンもそうですけど、リンリンも細いよ。だってすごいすごいすごい食べるよね。ノンストップです。ノンストップで食べ続けるの、はい、すごい美味しそうに食べます。はあ。朝から菓子パンを5個とか食べます、うん、食べ過ぎだよそれちょっと。ちょっとびっくりしましたね。でもバナナ7本とか食べ過ぎだよそれ。すごい寝る前に、ね、それ一房じゃんどう考えても。それ草でしょそれ。1本とかじゃん。びっくりしますよ。寝る前にしかも、はい、あそうみたいで。じゃあリンリンはどんな人なんですか？リンリンはね、リンリンの方が、うん、その滞在期間が長いんですよ日本。あそうかそうかそうか。だから、うん、本当にジュンジュンがわからないことはリンリンが教えてあげたりとか、うん、すごいリンリンの方が年下なんですけど、うん、すごいしっかりしてます。しっかりしてます。いや年下というかすごい大人っぽく見えるんですけど、すね、落ち着いてるというか。身長はちっちゃいんですけど、ね、すごい大人っぽいですね。リンリンとはどんなお話とかしてるんですか？じゃあやっぱり、やっぱり食べ物。やっぱ食べ物か、はい、私たちも好きなんですよ話が。そうですね、常に食べ物の話で盛り上がってますね。でね、シルコ兄ちゃんから、はい、ジュンジュンとリンリンにお二人にまず質問ですと、うん、日本に来て好きな場所、うん、ここに行くと楽しいなみたいな場所はできましたか、うん、って来てますよ、うん、はい。じゃあリンリンなんですか？リンリン、はい、あの、みんなと一緒に前行ったの、あの遊楽園。あ、後楽園。後楽園。後楽園。あ、遊園地みんなで行ったんですか？はい、お仕事で。はい、お仕事だったんですけど、行きましたね。行きました。はい、とても楽しかったです。あと、はい、美味しい食べ物があるところは全部楽しいです。すっごい嬉しい。日本食い尽くす勢いですよ、これどう考えても。ねえ。どこですか、順序は？うん。私も、遊園地がみんなと一緒に行きました。あと、お化け屋敷は、はあ、お化け屋敷ね。はい、本当に楽しかった。女の子って普通キャーとか言ってもうしゃがみ込んじゃったりするでしょ。もう全然戦闘機って言ってくれました。先輩も言ってました。全然怖くない。リーダーが全然ダメダメで。そうなんですよ。ちょっとリーダー、リーダーそういうところでなんかリーダーっぽくしたらダメでしょやっぱり。いやそういうところで。もう本当に私お化けがダメなんですよ。うん、てか本当に初めてに近いぐらいだったんですよ。もう自分で動くやつっていうか、あのなんていうんですか、めっちゃ早口ですよ今。動かしてくれるやつ。動かしてくれるやつ。動かして、そう。乗り物にダメってこと。あ、そうかそうかそうか。乗り物に乗って勝手に動いていくのはいいんだね。そうなんです。見なくて済むじゃないですか。そうかそうかそうか。でも見ないと進めないやつだったんで、初めてに近くて、うん、すごいなんかすごい怖かったんですけど、うん、もうしっかりしてて、もう大丈夫大丈夫って言ってて、うん、安心したんですけど、うん、叫んでました。もうリーダーが全く役に立たない感じでそういう時は。全然でしたね。はあ。でもやっぱり美味しいものがあるとことかね。ね、もう大好きだったりとか、はい、ね、まあでもなかなかみんなではプライベートで遊び行ったりとかはねできないと思うんですけどもね、あ、じゃあもう一個、じゃあジュンジュンとリンリン、ドラゴンスクリューさんから、日本に来てやっぱ中国とここは違うな、うん、感じることは何ですか？はいはい、お、じゃあリンリンさんなんですか？はい、はい、あのやっぱり原宿とかのあのコスプレインです、ね、コスプレインの人、コスプレ、はい、はい、どんな格好してました？コスプレ、ね、何の格好してた？びっくりしました、うんうん、あの時はあの私クレープを食べていました。はい、そしてあの食べてんだねやっぱり常に何かを食べてる。はい、いいんですけど、食べています。食べてんだね、はい、あの食べながら、うん、あのコスプレの人はすごい自然で、うん、歩いてきました、うん、あのはい、うん、そしてあのもうあの時の顔が、うん、多分アニメみたいガーンってびっくりしました。ものすごいびっくりして、はい、すごいびっくりした、伝わりました、なんかガーンってなったっていう。アニメが、日本のアニメが大好きで、あ、大好きです。そのアニメのリアクションの真似をすごいするんですよ。そうなんです普段から、はい、二人ともすごいしますね。例えばやってだけほら、うん、いつもね、そうですね、うん、あの寒いの時、はい、寒いの時は、うん、はい、はい、一緒に1、2、3、あーあーあーあの日本のアニメってのあのちょっと寒い空気になっててカラスが飛んだり、あ、飛んだりするからそれを、ね、あとガーンってなると三本線みたいなガーって湧いたりとか、そういうのを表現して、表現して、ちなみにあの空気を寒くするのは誰なんですか、メンバーとか。寒くするの？なんか滑ったりとかするメンバーって誰なんですか、そういう時。ギャグとか言ったりとか。まあ亀井さんですかね。あ、やっぱそうですか。すごいリーダーが悩んでくれて嬉しかったでも絶対最後にそこに来るなみたいな。なんだ
っぱそうくるんだ。えじゃあ、じゃあそのジュンジュンとリンリンからこの前にいる3人、はい、どんな人ですかちょっと教えてください。あ緊張する。じゃあまずこの方からいきましょうか。この方から、はい、ね、みしげさん、みしげさんどうですか。一番かわいい。おお、一番かわいい先輩。いきなりなんか高評価ですね。どうですかリンリンさん、うん、はい、あの本当にとてもかわいくて、うん、ピンクが大好きな道重さんです。はい、まあ、ピンク大好きは口で言ってますもん。はい、かわいいね、いいじゃないですか。ありがとうございます。じゃあちょっとリーダー一旦置いといて。じゃあ、あ、なんですか。最後リーダーだから。亀井さんどうですか。亀井さんどうですか。亀井さんは一番綺麗な、うん、あ、さすが褒め上手ですね。うまいね、なんか、はい、喜んでいいんだね。喜んでいいんだ、喜んでいいんだ。すごい嬉しい。いいんですよ、いいんですよ。一番、がっしり役習。リンリンさんは、はい、本当にあのとても綺麗で、うん、あの料理がとても上手な亀井さんです。あ、はい、料理結構上手なんですか。料理すごい上手だ。料理ってお菓子作りが好きで。あ、いいじゃないですか。うん、はい、食べてもらったんですよ。この間チーズケーキを作ってくれて、すごい、そう、みんなに食べてって言ってすっごい美味しかったです。美味しい。マドレーヌとかも作ってくれて。あ、本当なんですか。うん、なんか2人ともすっごい褒められましたけど、はい、リーダーはじゃあ一番優しい。そう。多分今ジュンジュンリンには悪いこと言わないですね。いや、もちろんそうですよ。そうなんですよね。褒めてれば喜んで。いや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 、どうですかリンリンは。はい、本当に、うん、あのすごい優しくて、うん、あの私とジュンジュンはいつもいっぱいな、いろんなことを教えてくれて、うん、とても嬉しいです。あら、リーダー、あら、ちょっと嬉しそう、リーダーなんか、あら、かにかんでます。かにかんでますよ、リーダー。素敵ですね。これ、ま、あ、オクラさんから。みしげさん、はい、ウサピーしてくださいって。いいんですか、こんな。もう今思いっきりワンショットになってますけど。いきますよ。じゃあ皆さんもご一緒に、うさちゃんピース。ちょっとやってね、ちょっとやってね、ピースって言うんだよ。はい、そうか、それコンサートの時もやるとみんながこう、はい、やることになって、なので今日覚えて帰ってくる。わかりました。これテレビと違って皆さん今この画面の下からどんどん質問来てるんで、あれやってこれやってといろいろ来ますから。あら、そっか、そうそうそう、あのリアクションとか来ますからね。もうちょっといきましょうか。リカーズナイトさん、愛ちゃんにお願いです。あ、はい。モーニング娘。メンバーを集めるとき手を叩きながら大きな声で集めるらしいですがっていう。嘘。はい。そうなの。モーニング娘。集まって。それ幼稚園の先生みたいな感じになるの。やるね、早くみたいな。でもなんか、うん、なんて言うんだろう、まあそれなりにあるんですよね。あ、リーダーだからちゃんと集めなきゃとか思うんですけど、なんかちょっと違うらしくて、行くってさーとかなんか違うんですよ。でもリーダーって言われたときはなんかちょっと不安もあったでしょ。不安ばっかりでしたね。ちゃんと やんなきゃ大丈夫かなみたいな。でも本当にみんなに支えられてるんで、うん、大丈夫です。でも大声で集めなきゃいけないわけでしょ。なんかみんなやっぱりバラバラのとこいるときに人数多いからバラバラですね。でもなんか言えばわかるんで、みんな。もちろんですけど。で、そうしたときのメッセージは実際にちょっとやってみてください。どうやって集めてるんですかって。私時によって違うんですよね。ああ、そうか。だから自然にやってるかわかんないんですけど、なんだろう、どうやってやってるの。どんな感じでやってるんですか。みんな集まってー。みんな、そんな、行くよ。やっぱ幼稚園の先生みたいなの、やっぱなんか行くってさーみたいな感じの。そうですね。でも自分が幼稚園児みたいな感じなんで先生でもないんですけど。あ、はい。愛ちゃんに方言で喋ってほしい。マリちゃん、よく出ますね。でもよく出るんですけど、そういうのって時ぞなんかひふとした瞬間に出る。そうだよね、いきなりやってて難しいかな。多分この会話中に出ると思うんで。もしも出たらね。はい、あ、じゃあカッシーさん、亀井さん、はい、寒いギャグお願いします。ちょっと待ってください。私絶対ね、うん、お願いがこう続いてるから来るなと思って、やっぱ順番に行かないとね、やっぱりこれはね、考えてたんですよ、今実は、ね、なんですけど、うん、厳しいですね。え、これやっぱエリならできるよ。できる、できる。だったらエリザベスキャメイのポーズ。おお、それできる。エリザベスキャメイのポーズ。エリザベスキャメイのポーズ。はい、お願いします。いいですかって。うん。いいですか。うん、エリザベスキャメイです。かわいい。もうね、実際一回やるとね、どんどん来ますからね、また他にね。そうです、ね。いや、ほどほどで。ああ、そうですか。アメリカから見てますと一休み。おお、すごい。すごい。すごい。あ、ごめん、やっぱ寒いギャグがいろいろ来ちゃったのがたくさん。いなんかね、そうだよね、面白いギャグとかじゃないもんね、寒いとかね、はいはいはい、寒いから面白いみたいな、エリの場合はあるのかな、はい、でも面白いよね。私エリの面白いと思う。あのリーダー頑張ってほしい。今正直すぎますよね。あるのかな、まあ、今のメッセージをいざからつい普通の素のリアクションで、ごめんごめん、はい、アポストロフィエスさんからいただきました、はい、新曲の見どころはどこですかっていう。見どころ、そうですね、4月25日新曲リリースです、はい、ありがとうございます。
タイトルが、はい、女に幸あれなんですけども、はい、本当に新生モーニング娘。になって初のシングルなので、うん、私たちも気合が入ってるんですけども、はいはい、本当になんて言うんですか、まあ歌詞は切なかったりね、するんですけど、うん、バカねっていっぱい入ってる、バカねって、ここはチェックですね、うん、そうですね、みんなでバカって言ってるんで、はい、ここはチェックですね、え、レコーディング今回どうでした、ジュンジュンリンリンはね、もちろん初めてだったわけですけど、ね、はい、どうだった、ね、あ、本当に楽しかった、緊張しなかった、緊張、多分初めての時はちょっと緊張して、うん、でも、うん、それから楽しかった、うん、楽しかった、楽しかった、はい、なんか楽しめるってすごいね、普通緊張して終わっちゃったりするんですけどね、リンリンはどうですか、はい、あのまずは最初は私とジュンジュン一緒にあの先輩たちレコーディングの様子を見て、そしてはい勉強した後あのレコーディングしました、とっても楽しかったです、はい、偉い、ね、でも今回結構あの強い言葉がとかね、あったりとか、さっきバカとか言ったりでした、あのモーニング娘。の皆さんどうでした、レコーディングやってみて、そのまず曲をもらった時にその歌詞とか見ておっと思ったでしょ、なんか今回の曲思いましたね、やっぱり、うん、あ、バカって3連発みたいな、うん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 、どんなやろうって、バカって言えば気がするんだろうって、まあ、かなり何度も言ってますからね、すごい、でもなんか切ないんですよね、歌詞の内容とかは、うんうんうん、なのであのなんて言うんだろう、すごい切ない感じなのかなと思ったらすごいリズミカルだったりとか、ね、すごいアップテンポで、うん、しかも私たちすごい笑顔で歌ってるんです、うん、なのでそれがつんくさんのなんて言うんですか、テーマというか、うん、私たちが笑顔でっていうのがなんかそこがモーニング娘らしいなっていう感じでしたね、うんうん、例えばリーダーを新しくやるってなって、はい、つんくさんからなんかメッセージとかあったりしたんですか、こんな頑張ってねとか、例えばあなんかこうコミュニケーションとかあったりとかなかったんですか、あんまなかったですね、あそうでも髪切ったねみたいな、そういうのそれなのか、そんな、なんて言うんだろう、見たまんまじゃないですか、髪切ったんだみたいな、そうですね、あでもリーダーとしてのこと言われるとプレッシャーになっちゃいます、まあ、そうですね、その辺がつんくさん考えてるとこなんですかね、うん、あのお前が一つ頑張ってとかって言うとね、うんうん、頑張んなきゃってなりますね、なっちゃうもんね、はい、たけじーさん、新曲のダンスはとってもかっこいいんですけど、ありがとうございます、一番のそのダンスのお気に入りのポイントはどこですかって来てますけども、うん、どこだ、あとね、カニさんはね、やっぱダンスレッスンなどで大変なことありましたか今回って、ジュンジュンとリンリンは初めてのダンスレッスン、そうだよね、そうだよね、うんうん、どうでした、どうだった、私は初めて、あと高い靴を、あ、いいんだ、はい、ちょっとさっきはちょっと難しい方、うん、でも、みんなは いっぱい教えてくれて、自分も いっぱいの練習しましたら大丈夫でした、はい、なるほど、リンリンは、はい、やっぱりあの靴が高いですね、あの、あ、足が痛くなります、でも、はい、あのいっぱい練習して先輩たちもいっぱい教えてくれて、あとあのダンスはすごいかっこいいですから、うん、あの気合いっぱい入って一生懸命やって、ね、とても楽しいです、はい、実際プロモーションビデオ撮影の時とかどうだったんですか、今回かなり衣装的にもね派手な感じで、そうですね、でもプロモーションビデオのダンスシーンって何回か撮るんですよ、うん、そして今回は7回ぐらい踊ったんですけど、 あれ7回踊るとものすごい疲れるでしょ、はい、2人はそれを本番だと思ってなくて、うん、そうなんだ、そうなんだ、2人がこれはリハーサルですかって言って、まだ練習だから、まだ本番は後にやるからみたいな、そうなんですよ、でも、そうやっぱり初めてだから分かんないことがあるので、そう、リリーさんかと思って、いや本番だからね。でも今すでにもう回ってるからみたいな。そうですね、今も本番だよ。はい、リリー本番です。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫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 ね。そういうのはちょっとびっくりするリーダーもね、もう実際やってるんだよもうみたいな。これはびっくり。はい、みんな集まってみたいな、またね、やるよみたいな。それはびっくりしましたね。もうでもさっきヒール高いのなくて難しいってありますけど、皆さんも慣れて。でもやっぱ7回踊るとすごい大変、やっぱでも今回の PV は裸足だったんですよ、うん、全員裸足でしたね、あ、そうか、はい、あ、じゃあその辺は難しくなかったわけですね、だからがっつりいけましたね、うん、はい、そうですね、天然さん、プロモーションビデオ撮影での裏話などがあったら教えてくださいって聞いてますけど、そうですね、うん、なんだろう、あのダンスシーンは、うん、さっき言った笑顔とかだったんですけど、うん、バカって連呼してるとこはすっごい睨んで、顔をこう願ってこう大きくしてすごいなんか抵抗がありましたね、さっき最初はバカっていうのが、うん、え、言うんですかみたいな、言わないもんね普通ね、そんなね言わない、今怖い顔して言わないですよ、言わないよね、
じゃあ顔とか作るのもちょっと難しかったりしたんですか？なんかもう一回やってみてとかって言われたりいろいろ考えて。何回もバカって撮りましたよね。何回か撮りましたね。なんかだんだんバカバカってなんだみたいなありますよね。そういうのそれ自分がバカになりつつあるから危ない危ない危ない確かに日本語言ってるうちに何か自分何言ってるか分かんなくなるよね。なんかね、そういう感じですね。面白いね。そうなの面白いねっていうその感想は。面白いね。面白いね。いや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 。面白いから面白いんですよ。道重さんはじゅんじゅんとメールしてるんですか？してますしてます。ピンクさんは、はい、日本語で？日本語で、ね、日本語。たまにはおかしい日本語あるんですけど。どんなんですか？この前は、うん、道重お疲れ様でしたって呼び捨てました。それ面白い。それウケるよね。それちょっとびっくりするけどね。普通だったらびっくりするよね。はいはい、道重みたいな。お疲れ様。おえと思うけど、でもまあ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 みたいな。全然大丈夫。全然大丈夫。一生懸命ね送ってくれてるんだもんね。絵文字とかまだ使えない。いや全然使えない。あ使ってんだ。ハートとか使いますよ。はい。でもね、うん、あとでもね。いやいやいや。でもね。いいですよ。うん。私と道重さんあとメールしていますの時は、うんうん、あすごい心配ですね。あこの意味わかりますか？わかりますか？これで。すごい心配。いっぱい考えていました。はい。この日本語は正しいかどうかとか気になるもんね。おはようございます。かわいいよね、それもね。なんか全部ほごっちゃいたくなるんですよ。あ、そうかそうか。かわいすぎちゃって。取っといて後でなんか疲れた時にちょっと見たりとか。道重って言われたの見たりなんかしゃべる。癒されるね。癒されますね。あとねこれもねあの同じメッセージたくさん来てるんですけど、はいはい、例えばじゃあ平木さんデイリーチャートってオリコンの、はい1位おめでとうございますっていう。ありがとうございます。ね、だから今日買ってくれてこれを見てくれてたくさんよっすいこさんも女さちゃれオイルコンデイリー1位おめでとうございますとかっていう、たくさん来ておりますけども、はい、さあ今回、はい、モーニング娘。の皆さんお迎えするのあたりましてこういう投票をしていただいておりました、モーニング娘。のニューシングル女に幸あれということでモーニング娘。の中で幸が薄い人、薄そうな人ですかね。幸あれにかけてる。そうですね。なるほど。幸あれですからね。いいですかその投資の企画。あれってタイトルなんですけど、幸ない方でいい。なんで急にそんな喋ろうとするんですか。結果を言わせないためですか。なんかおかしい。何か邪魔されてる感じがすごい、すごい邪魔されてる感じですけど、進行今。いいんですか。いやいや、いいんですよ。ものすごい数投票来たんですけども、これ、ちなみに一番幸薄くなさそうなのはリンリン。あら、だから投票はだからこの少ないんですよね。少ない方が幸がほらありそうな感じだからね。うん、そうね。あとね、あれ一つすごいダントツな感じますよね。私全然見ないんですけど。見ちゃった。見ちゃった。本当だ。見ちゃった。すごいね。すごい今情緒不安定なんですけど。なんで？もう今本当に不安定なんですね。リーダーね、リーダーすごい幸ありそうっていう雰囲気。あ、本当ですか？うん。ジュンジュンリーニーと結構張り合うぐらい、みんな幸がありそうな感じっていう。やった。あとね、道重さんもね、ほどほどですが道重さんのダブルスコアプラスめガーっていう感じで一番多い人がいるんですよ。その2倍 2.5 倍ぐらい。あら、ここにいますかね。そういうのいやここにはそうだよね、いないよね。呼ばれてますからね。なんでその結果発表喋ってるし、なんで引き伸ばそうとするの。ここでねそうだよね、ダントツ1位はあなたです。ありがとうございます。あなたです。なんでだ、これなんでこれさ、なんでかわからない、なんでなんですかこれ。でも、最後思うんですけど、はい、公表するまでもなかったと思いますよ。なんでちょっと待って、今ビシッと厳しかった、今、なんでなの。いやどうして、でも、役をやってるんですよ。あ、そうそういう、ま、始まりはそうですね、はい。だから本当に幸がないってことじゃないんだよね。ないですよ。役だもんね。え、見えます、私幸薄そうに。正直なところ。いや、あのね、そんなに言われるとすっごいもう答えが一つ絞られてるじゃない、だって、はい。でも幸が薄いっていうのは多分ね、ずっと年を取っても幸薄いままだと思う。ある時幸が薄くならなくならない。でもだから違うって言ってあげてください、本当は。や、役だからって。そんな優しさいりません。ね、幸あるよ。あるよ、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 いっぱいあるよ。いっぱいあるって日本語おかしいから、幸がいっぱいあるって。食べ物じゃないんだからそれ。さっきの日本語わかりませんでした、薄い。あ、存在感が、はい、いやいやいや、存在感が薄いは幸薄いよりより悪いよな。そうだ、より悪い。あ、今絵に失礼だよね。本当だよ、若干。え、なんて説明したらいいんだろう。なんかあんまりこう幸せが来そうとか、幸せ来なさそう。あ、そうだよ、今もろいじゃん。学園で教えてくるんだ、私が。絶対嘘の日本語教えますよ。すいません、難しい問題。いや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 、ということでなんかちょっと衝撃の結果だったんですけども、一人だけダントツなんですけど、ほぼ3割の得票を集めちゃってるんですけど。3割だって。その数聞きたくないんですけど。ねえ、すごいね。
でしょうねこれね、じゃあさあちょっとこの投票はこういう結果だったんですが、他にもたくさんメッセージ来てるんでもうちょっと時間までいこうと思います。はいはい、愛ちゃんラブさんから、はい、7月21、22の大阪での夏のハロプロコンサート見に行きました。はい、ありがとうございます。愛ちゃんはリーダーになって初のコンサートどうでしたかっていう。そうですね、うん、なんて言うんだろう、さっきも言ったんですけど、うん、なんかリーダーだからって言ってなんかなんて言うんだろう、はい、頑張んなきゃっていうのはあるんですけど、うん、すごい心配はしてないんですよ。うん、でよく噛むんですよ私。ありますね、愛ちゃん。愛ちゃんいっぱい噛む。でエンジンを噛むんですよ。うん、でしょいってやるんですけど、うん、いつも。それって初期の頃からずっと、ね。ずっとですね。中澤姉さんの頃から。そうです。ずっと。それを受け継いでるんですけど。うん、それってじゃあ例えば代々こうやってじゃあ次はもうやるんだよとかっていう感じで。そうですね。リーダーが最初に言うの？言われるわけではないんですけど、うん、なんていうんですか、自然にやるんですけど。そう、実際にはどうやってやるんですか？実際には手をこうやってみんなでこうやってエンジンを組んで頑張っていきましょうってやるんですけど、うん、その前にちょっと一言言うんですよ。あー、はいはい、今日はこうだから、ね、そう、それが噛むんですよ。大事な時に噛むんですよ。それ一番みんな気持ちを高めてる時ですよね。そうなんですね。愛ちゃんがめっちゃ緊張してるんです。どういうことですか？愛ちゃんは一回こう手を置いて、うん、あのサンドイッチにして、リーダーはサンドイッチに、うん、一番上に置かなきゃいけない。サンドイッチの忘れちゃって、はい、ああ誰がこうやって押すんだろうみたいな風になってすごい緊張してて、みんなに助けられてます。でダイオヘッドさんは、はい、愛ちゃんがリーダーになってからモーニング娘。その恒例の、はい、頑張っていきましょいやってるんですねっていうね、はい、やってます。ここで5人でやってもらえませんかっていう。はい、いいですよ、はい、一言ね、一言やりたい、やりたい、はい、やりたい、一言言わんとあかんねや。なんかあそこで出た、急に急に方言がすごい。この意気込みでお願いします。そうですね、じゃあこの新曲をみんな聴いてみたいな意気込みで。そうですね、うん、この新生モーニング娘、うん、ですね、なんやろうな、あ、頑張りました、今出ました、ね、これ今すごく分かった、今なんやろう、まあ今5人ですけど、あの9人で頑張っているので皆さんよろしくお願いしますということでいきますよ、頑張っていきます、シャーイ。あー、なるほど、バカな、素敵ですね。すみません、一回こうみんなえっていうのがあるね、必ずね、こうやってなんか噛んだりとかしてわたたっていうのが必ず一回みんな必ず肩を叩いてくれる。頑張れリーダー、頑張れ。大丈夫だよ、逆に安心しますね、そんな。本当に和みますもん、本当に。緊張感高まってるもん、そういう時ってね。コンサートの前とかすごい緊張してるけど、愛ちゃんが噛むことによって一緒にほぐれるんですよ。それはリーダー褒めてるもんね。もちろんですよ、もちろん。若干気にしてる。いや、そうだ、でもそれでふってになるもんね、力が、変な力が抜けてね。はい、あ、じゃあこれからも噛み続けていただきたい。はい、逆に噛まなくなったらね、なんかリーダーおかしいっていうね。そうですね、体調が今日おかしいかもしれない。噛んでない、噛んでない。本当に、ね、あ、じゃあこのままで、ミークさんかな、はい、皆さんがライブ中最もあーこれやっちゃったっていうのは何ですか？あー、まあよく、あ、この間、はい、この間私着替えちゃったんです、一人で。着替えた。え、何？しかもまだ次の衣装だから。え、そうなんですよ、一人で衣装が次の衣装になってた。あ、で普通に着替えて普通に、はい、あの順番を待ってたら、いないいないってなってて、うんうん、で、あーっと思ったら気づいたんですよ。で気づいた時にもう着替えてて着替え直せなくて、うんうん、そうだった、はい、キレッキレ間に合ったんですけど。あー、またもう一回着替え直して。着替え直してないです、直してなくて、そのまんま、そのまんま、みんなえーってなんか出てて、そのままね。あれ面白かったそれも面白かった。面白かった、ね、私はすごいもうテンパってっていうか、なんていうんですか、どうしようどうしようってなって、うん、どうしようどうしようって思うんで、どうしようってまま出たんで、うん、はい、すごい大変でしたね。しかもその衣装がすごいヒールが高かったんですよ。で踊らないからっていう、このヒールでも大丈夫だよね的なことでその靴になったのに、ものすごい踊る曲だったんですよ。その時の曲はちなみに、青空がいつまで続くような未来であれっていう曲なんですけど、うん、まあアルバムの曲なんですよ。すごい激しくて、それがもう小指が出ちゃって大変でした。靴が何してるんですか。踊った、そうなんですよ、頑張った、頑張りましたね。何か他にありました、美月さん、何かありました。あの今回のハローのコンサートでは、うんうん、こけましたね。こけた、はい、あ、こけてたね。もうあの本当やっちゃいけないことなんですけど、その前にさ、歌で歌い忘れちゃって一回、うん、もうリアライブの時、それからもう自分の中にさーってなって、どうしよう、あとでみんなにどう謝る、あ、みんなが許してくれるんだろうっていうのしか考えてなくて、なるほどね、その中でこけたんで余計不安になっちゃって、うん、もうあのライブは本当に生きた心地がしなかったですねそんなに、なるほど、ね、でもまあ立ち上がってなんとかこう、そうですね、やったっていうね、はい、なんか2人のやつ笑ってましたけどあなたは、あ、私はちょっとしたミスなんですけど、あ、そうか、ちょっとしたやつね。あの私あの曲中にちょっとこういうことやってるんですよ。あ、やってるね。あ、その時に
緊張しちゃって手が震えて、はい、一回あのここに当たらないでスカッて行っちゃってスカッてなったなってもうどうしようと思って、うん本当に私いつも見てるのに一番最初の初っ端から やり始めた時ですねはあもう本当に気づかなかったそれはちょっとかっこ悪いよねなんかねかっこ悪いんですよこうなったの俺なんかこうやってねそれでもずっと練習してるのエリそれを練習してんのもう一生懸命おかしいよそれ緊張するそうだね緊張するんだよねじゃあちょっとこれちょっとみんな注目ですねこれね。そうですね。ちょっと見ときます。ジュンジュンリンリン的には？ね、なんかある。はい。はい。はい。ちょっとありまして、あと、うん、に二つで、うん、名古屋のあとコンサート、初めての時、うん、はいはい。そ、恋するの時はみんな、はいはい。あ、みんながうん。これやっていますの時、うん、私一人がこれやっていますでちょあともう次もう二つ目いきます二つ目か、はい、なんとなく分かりましたはい、はい、あとはもう一個はこれ意味分かりますかあみんなこうやってするところを一人上でやってたと分かりますあ分かったはいはいそしてちょっとはいそしてはあと大阪の成功の時、うんはいはいはい、あとあああとはアンビシャスの時ですはいはいこれは全然ごめんなさいってみんながあとうんあジンジュどうしたジンジュどうした大丈夫だよ大丈夫だよ感想の時これやりましたら、うん、あとあ感想じゃないあ頭の時これはいはいこれやりました、うん、こっちペアコでじゃあ私一人あとはいちょっと違うさああと汗が全部ズーンと あとは全然気持ちはそうですね間違えてたね、みたいですね、はい、リンリンさん何かありました、はい、あの昼と夜は2回公演がありますね、はいはいはい、昼の公演の前はちょっとあの時間が足りなかったご飯は食べなかったです、うん、そしてあの昼の終わってなんかお腹がすごいあのすきまして、うん、いっぱい食べて、うん、夜の公演の前はすごいなんか体が重くなってどれだけ食べたちょっと食べすぎ超食べすぎました、うん、超食べすぎました超食べすぎた超って知ってるんでしょあー本当だねでもそれ多分本当に食べたんだろうね多分はい、うん、普段から食べてる人がより食べたんだろうねなんかね、はい、うんまあでもそれは失敗ってほどのことじゃないですからねかわいい、うん、あとはあとはいや全然今話しては汗がいっぱいズーンあーまたもう一回ね思い出したら汗が出た他にもなんかねコンサート行きましたとかいろいろたくさんありますで、グルミンさんあの埼玉スーパーアリーナのライブ頑張ってくださいっていう来てますが、はい、そういうことではですねせっかくだからあのてかもう30分過ぎちゃってるんですよおおこの番組ね、はい、テレビとかと違って前後に番組がないんで、はい、このまま永遠に終わらなくても誰も怒らない、はい、あじゃあ永遠にやりましょう、うん、続きましょう永遠ってやっても誰も怒らないんですかでももうすでに待ってる方々が、ねはいはい、せっかくだからベリーズコープの皆さんも入ってきてくださいわすごいやっぱりみんな揃うと大変なことになりますけれどもねえじゃあその埼玉スーパーアリーナのことなんかもぜひ教えていただきたいんですが、はい、ハロプロコンサートのことをそうです私たちモーニング娘、うん、そしてベリーズ工房も出演するんですけども、はい、ハロープロジェクトで、コンサートやっちゃいます埼玉スーパーアリーナなんですけども、はい、7月28と29にやっちゃいますんで皆さん来てください、はいはいはい、そしてですねその埼玉 ではですねスペシャルゲストとして、うん、モーニング娘 OG メンバーの中澤さん飯田さん阿部さん安田さん後藤さんが出演決定してるのではい、詳しくはオフィシャルホームページでご覧ください言えた、ちょっと言えてなかったような気が大丈夫ですオフィシャルホームページになってましたけどねオフィシャルホームページ、こんな感じでグワッて言うとどう今先輩たちのトーク見てましたなんか今、うん見てなかったか見てなかったかどうですかなんかこう横で今ちょっとこんな形でこう並んだりとかするのも珍しいかもしれません珍しくないですか？そうですよね。大した感想もないようです。キャプテン、はい、なんか今日一緒にあのやってみて。はい。はい。ちょっとキャプテン。でもなんかコンサートよろしくお願いします。よろしくお願いします。でもコンサートなんかでは、
いっぱい喋ったりするんですよ。そうですよ、はい、一緒に踊ったりとかしてるので、うんうん、やっぱでもどうしてもベリーズコムの皆さんで緊張しちゃったりとかするんですかね、多少ね。はい、緊張するんで。いや全然しないですよ。全然しない。なんで指さすな、そんなしてないの、緊張してます。いやおかしいの、絶対すっごい曲がってる。もう絶対変な曲がってる今。してますよ。してるんだ。多少は。多少は。してないみたい。よく喋りますよでも。うん、ああ、はい。面白いね。みんなおしゃべりですね。すごい面白い。なんとなくやっぱり 部活みたいな感じの雰囲気あるんですかね。そうですね。同じ部活動やってるみたいな感じがあるんですかね。うん、はい。埼玉スーパーレーン頑張っていきたいと思います。はい、で、はい、最後に、まあ、これだけたくさんいるんですけど、一言ずつちょっと感想というか、うん、あの見てくださった皆さんにメッセージいただきたいんですが、こう言われて、はい、じゃあまずベリーズコープの皆さんからいきましょうか。うん、どっちからいこうかな。じゃあ端っこからいきましょうかね。はい、はい、どうぞ。はい。はい、感想とお名前を。はい、熊井里奈です、うん、今日は初めてこうやってあの、なんていうんですか、うん、森娘さんとも一緒に生放送で出て、うん、あの、なんていうの、緊張しちゃう。そうだね、緊張して、ごめんね、急に振っちゃって、はい、緊張もしたんですけど、うん、またぜひ出たいなと思いました。はい、お名前は。お名前をね、名前を言っていただいて。あ、クワイリナでした。はい、よし、やっと言えた。続いて周り、ごめん急に振っちゃって。はい、はい、夏焼きみやびです。初めてだったんですけど、すごい楽しくて、うん、こう、いっぱいいろんなことを喋れたので、うん、よかったです。お、はい、よ、そして続いて、はい、はい、今回ライブトークを初めてさせてもらったんですけど、すごい緊張していたので、次回ぜひ出演させていただけることになった時はリラックスしていっぱい喋りたいと思います。はい、水崎です、ありがとうございました。はいはいはい、次永桃子です。楽しかったです、ありがとうございます。菅谷そこです。初めてやらせてもらってとても楽しかったので、またやりたいです。はい、そして、はいはいはい、はい、徳永千奈美です。ライブトークは初めてだったんですけど、先輩たちと一緒に出て楽しかったです。はいはいはい、そしてじゃあ続いて、はい、はい、よ、須藤真麻です。初めてライブトークをやらせてもらって、まあ初めて見た方はベリーズ工房を知れたと思います。ありがとうございました。よし。じゃあ続いて後ろの列行きましょうか。じゅんじゅん、はい、じゅんちゃん。はい、じゅんじゅんです。今日はライブトークとても楽しかったです。次の感想とみんなはぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゅんじゅんでした。そしてりんりんさん。はい、初めてあのライブトークを参加してとても楽しかったです。あのまたいっぱいあの面白い話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、亀井絵里です。今日はいろんな話をしたんですけど、うん、幸が薄い人っていうのがとても印象が強くて、それしか覚えていません。それしか覚えてないんですか。はい、本当です。とても楽しかったです。ありがとうございます。いいね。でも道重さん行きましょうか。はい、はい、はい、道重さゆみです。そうですね、あの今日は本当にいろんなお話ができて盛りだくさんな感じで、さゆみもじゅんじゅんとりんりん知らないこととかも知れたりとかして、うん、本当にさゆみ自身楽しかったです。あのオンラインサチュアでも昨日発売したので、皆さんぜひ聞いてください。はい、じゃあ最後リーダーはい、ですね、まあ私リーダーになりまして、この新体制のモーニング娘。で初シングル昨日発売されました。はい、ということで、ああもうやだー。私ね、本当にね、まとめられないんですけど、近見そうですね、何ですかね、本当にライブトーク楽しかったです。あとですね、本当にジュンジュンとリンリンもこれで知ってもらえたと思うので、本当に新生モーニング娘。を、そしてベリーズ工房をこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてまたぜひライブトーク皆さん遊びに来てください。はい、楽しかったです。ゲストはベリーズ工房の皆さん、そしてモーニング娘。皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。